グーパー食生活始まるよ。グーパー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 、主菜はグー、副菜パー、おかずの量の目安です。主菜はグー、副菜パー、野菜たっぷりバッチリ。バランス良い食事って難しいよね。野菜をもっと食べたいな、わかってるけど難しい。そんな時じっと見つめた手のひらを閉じたらグー、開いたらパー、そうだこれはグーパーだ。みんな行くよ。主菜はグー、主菜はグー、肉野菜副菜パー、副菜パー、野菜海藻きのここんにゃく、できることから始めてみよう。ついつい弁当やどんものバーガーファーストフードでチャーしてる感じだけど、ちょい待ち、超大事なあいつのこと忘れてるよ。野菜をプラスサラダを増やす一品プラスで体が喜び出す、片手山盛り120、マジでここから始めよう。よ一食の中に彩り加えると笑顔がパッキラ、健康お肉やった、千葉は野菜たくさんだ、みんな一緒に主菜は副菜パー、おかずの量の目安です。主菜はグー、副菜パー、野菜たっぷりバッチリ。これが千葉の食事スタイル。千葉県はお魚、お肉、卵に野菜もたくさんあるよ。グーパー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 、バランスよく食べることく、楽しい毎日にしようよ。お日様にぐんと伸ばした手のひらを閉じたらグー、開いたらパー、今日も明日もグーパーだ。みんな行くよ。主菜はグー、主菜はグー、肉や魚卵大豆、副菜パー、副菜パー、野菜海藻きのここんにゃく、主菜はグー、副菜パー、おかずの量の目安です。主菜はグー、副菜パー、野菜たっぷりバッチリ。これが千葉の食事のスタイル。できることから